スノーキーの FX 威嚇攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画ではインバスト証券さんの評判2017年版ということで、ちょっと最近迷走中なんじゃないかなということで、お話していきたいと思います。もう実は私ですね、いろいろな FX 業者さんの特徴っていうのを分かっているので、本当いい部分、悪い部分、言おうと思えばいくらでも動画にもできますし、ブログにもできます。まあ、今回ちょっとその第一弾として、インバスト証券さん、やらせてもらおうと思います。はい。で、まずね、いい面を先に挙げて、どんどん辛口になっていきます。まずいいところですね、上場企業である。はい。そして、クリック365の預かり資産がナンバーワンである。ただ、まあ、クリック365で、ナンバーワンって言っても、これから多分ね、自利品なんじゃないかなとは思います。あと、トランプ相場以降ね、FX の取引高自体がちょっと落ちているって話もあって、まあ、どこの業者さんも今、きつい時期なのかもしれません。で、シストレ24、国内口座数ナンバーワンということで、これ、まあ、要はミラートレーダーの中で、国内の口座数ナンバーワン、あと、ストラテジーの数ですね、プログラムの数も、国内ナンバーワンだったと思います。はい。あと、リピート系 FX のトライオート FX というのが、提供されていて、そちらも利用できます。あと、オンラインセミナーとかね、そういったものが結構充実している業者さんです。で、そのまあ、はい、まあ、ナンバーワンのところがいくつもあるような、大手の業者さんなんですけども、まず歴史振り返ってみると、一つ目ですね、スプレッド競争から降りた。これどういうことかと言いますと、GMO クリック証券とか、DMMFX とか、そういったところとの、まあ、激しいスプレッド競争からは、早々と、降りた印象があります。これはあくまでも私がそう思っているというだけなんですけども。でですね、まあ、ミラートレーダー国内最大手にということで、まあ、それまでシステムトレードっていうと、MT4、ね、メタトレーダー4が一般的だったんですけども、このインバースト証券さんが、ミラートレーダー、つまりシストレ24に、参入してきて、そこでもう、かなりね、大きな広告費を使ってバーンとキャンペーン打ったんですよ。で、まあ、もう本当にトップになったんですけども、これね、一強になりすぎた。はい、ライバルがいなくなったんですよね。実際 FX プライムなんかもサービスやめましたし、他にライバルとなるようなところがないんですよ。このミラートレーダーっていう、の争いっていうところでね。で、結局これ争いが起きないと、スプレッドなんかもちろん狭くならないし、なんでしょうね。ラーメン屋さんが、隣同士にあると流行るとか言うじゃないですか。やっぱ一軒しかないよりも何個もあった方がいいんですけども、強くなりすぎちゃったっていうのが一つ、問題かなと思います。で、あと、クリック株365のサービス提供ということで、本当にこれ地味なサービスで、ホームページにもね、クロート向けって書いちゃってるんですよ。はい。まあ私もこれやろうと思わないですし、まあどういった方がやっているのかなといった感じのサービスです。あと、リピート系 FX、トライオート FX がいまいち盛り上がらない。この理由なんですけども、私もね、使ったことあるんですよ。で、本当にこれね、中級者以上の方は満足できると思うんですけども、とにかくね、わかりにくいんですよ。このユーザーインターフェースが。はい。そこに、どん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 機能を追加していって、ますます複雑化していってるんですよ。これ逆に言うとですね、ループイフダンとかトラッキングトレードっていうのは、わかりやすいんですよ。機能を絞ってるんで。ね。やっぱそこがちょっとこれ逆なのかなと、もういっそのこと今のユーザーインターフェース、全て取っ払って分かりやすいもの1個ボーンで複雑なものは別のページでみたいなぐらいのことやらないとちょっと初心者はこれ厳しいんじゃないかなと思います。で、その他ですね、謎の ETF 推しですね。なんでしょう、広告でも日本人の十何パーセントしか知らないとかなんか書いてあるんですけども、これね、FX 会社さんが、為替以外のことをやり出すおかしな方向に行くんですよ。マネーパートナーズなんかも、結構いい位置にあったのに、あれ多分株やり始めてからなんか変な方向に行ったなって個人的に思ってるんですよね。で、あとですね、その、日本人の十何パーセントしか知らなかった。この一本前の動画でも言いましたけども、筋肉マンのね、ペンタゴンとブラックホールでしたっけ。誰も思いつかなかったんじゃなくて、誰もやろうとしなかったんだっていうやつね。で、この謎の ETF 推しうまくいってるのか、それともこれから先うまくいくのかちょっとわかりませんけども、まあ多分、これで要は、儲けましたっていう人が出てきたらうまくいくでしょうね。はい。で、まあ、そのシストレ24なんですけども、フルオートというね、自動、まあ、とにかく、何千とか1万とかあるんですよ、そのストラテジーっていうプログラムが。ね、それが多すぎて、
まあもう難しいと、じゃあもう自動的に選ぶ機能をつけましたと、もうそれが大ピンチだと。これ動画解説欄に URL 貼っておきますね。はい、まあその成績やばすぎるっていう動画を上げたんで、でそこにですね、俺のフルオートって言って、個人が作ったフルオートを、応募で募集して、応募できるようにしたんですよ。それを途中からランキングに入れ出したんですよね。まあ、この後ぐらいですよ。で、まあ、数が増えて、まあ、その中にもちろんいいものも出てくるんですけども、ちょっとなんかあれそこも入れちゃうのっていうとこと、あと、広告ね。例えばですね、投資ポータルとかで、まあ、Google AdSense とか、そういった広告とか、まあ、あるいはアフィリエイト広告でもかな、年間収益率2倍って書いてるんですよ。え、そんなに儲かるのって思うじゃないですか。でね、それを下の方ずーっと見ていくと、細かーくこんなこと書いてるんですよ。2016年、ほにゃら、なんちゃらかんちゃらかんちゃらをなんとか入れなかった場合、年間収益率2倍。これちょっと広告の出し方的に大丈夫なのかなっていうこと、ちょっと心配なんですけども。はい。で、次ですね。はい。この一本前に動画上げました。ね。レンジフォーカスという、もう一つの通貨ペアに絞って、もうこれ選べばいいですよっていうのが、開始3ヶ月ちょっとでロスカット。まあ、3年間この範囲いかないだろうっていうのが3ヶ月でいっちゃったっていうですね。はい。で、あとですね、瞑想。本当にこれ瞑想だなと思うんですけども、自社で、検証とか攻略ブログを始めちゃってるんですよ。これね、まあ、ある程度はいいと思うんですよ。そういったページをポンと置くぐらいはいいと思うんですけど、がっつりやってるんですよね。これやるとどうなるかっていうと、Google 検索とかで検索上位に上がってくるんですよ。ね。もちろんこれ自社でやってるんで、自社で有利なこと書けばいいじゃないですか。で、それって口コミなんですかって話なんですよ。本来健全なのは、まあ、一般の人が、実際にシストレ24を使って、こうなりました、損しました、儲かりましたっていうことを口コミ情報としてあげないといけないの。これをやっちゃってるんですよね。で、その内容もなんですけども、こんなことも書いてるんですよ。他社のリピート FX と比較したトライアウト FX のメリット、デメリット。いや、これ公式がやるかっていう話なんですよ。これこそます、ね。もう本当にこれブロガーの仕事なんですよ。これ全然ちょっと話変わるんですけども、私ね、ゲーム、オンラインゲームやってるんですよ。で、オンラインゲームの、その公式ホームページに、アップデートの前の日に、明日やることリストっていうこと一回載ったことあったんですよ。いやいや、公式がそれやったらあかんやろって、それはみんなの口コミでやるとこでしょって、要は、口コミの、が広がらないといけない部分、自分とこでやっちゃってると。で、あとですね、そのインバス証券さんから届いたメール、ちょっとこれ本当にかなり調べたんですけども、ちょっとメールしか出てこなかったんですよ。フルオートのコツみたいなことがメールできて、一つね。まずその1、停滞しても引かない。フルオートは停滞と上昇で利益、成績を伸ばす。2、負け続けても焦らない。フルオートの勝率は成績に比べそれほど高くないんだ。ね、実はそれほど勝ってないんだ。で、こんなメールを、公式から届いたら、あ、じゃあもうちょっと我慢しようかで、実際どうなったかっていうと、ね、ああなっちゃったんですよね。これ公式やったらまずいんじゃないかって、こういうことっていうのは、やっぱり、第三者、それは私であったりとか、あるいは他のブロガーさんであったりとか、あるいは SNS、Twitter などで、情報が回ってきて、言うくんならいいんですけども、ちょっとね、調べて出てこなかったんですけども、要は含み損に耐えろ的なことを書いてあったような気がするんですよ。ちょっとソース出てこなかったんで、ここに書かなかったんですけども。で、含み損には、耐えろで、偉いことになった時どうするんですかっていうことで、で、負け続けても焦らない、こんなメールなぜ送ってきたかっていうと、おそらくね、顧客が問い合わせバンバン送ってきたと思うんですよ。いや、あれ思ってたんと違うぞと。で、焦っちゃった。はい。だから、焦ったのは、インバスト証券さんの方じゃないかなと思うんですよね。あと気になることがあって、そもそもですね、フルオートに関しても、もうスタート資金の前提がですね、100万円、150万円、200万円とかなってるんですよ。あれ、FX っていつからそんなに大金必要な、金融商品になったのかなっていう。あと、キャンペーンを満たすためにも、100万円以上入金とか、ちょっとまあ、細かいこと言い出すあれなんですけども、まあ、とにかく多く証拠金が必要なケースが多いんですよね。まあ、そこもなんか、なんでしょう、こう、ライトなユーザーは入りにくいなっていうところ。あと、直近の決算が、赤字でした。はい。あとですね、まあ、要は、公式のブログ自社でやってるっていうのは、
これ、広告費抑制できますよね。まあ、要は、アフィリエイト広告。はい。出さなくても自分のところで記事書いて、Google の上位に上がればですね、そこ見てくれて、始めてくれれば一番ね、コスト削減できるんで。あと、事業展開拡大、これやりすぎなんですよね。本当に。いろんなことに手を出しすぎて、あと、いじりすぎ。シストレ24自体ってすごくいいんですけども、そこにこう、いろんな機能つけちゃってる。トライアウト FX に関しても、いろんな機能つけちゃってる。あとですね、その、リリースまでの時間もちょっと早いんじゃないかなと思うんですよね。まあもちろん、半年とか、それぐらいの期間、様子を見て、よし、これならいけるでリリースしたと思うんですけども、それにしてもちょっと、最近こけすぎているなと。で、ちょっとここの赤字の部分書いてるんで、この会社大丈夫かっていう話になってくるんですけども、最新情報で見ても、自己資本規制比率っていうのは 1000% 超えてるんで、まあ今すぐ会社がどうこうっていうことはないと思います。ただね、いつだったかな、ちょっと前に、投資ポータルがどっかで見たんですけども、おそらく、インバス証券さんだと思いますよ。ちょっと間違ったらごめんなさいなんですけども、インバス証券さんの、どなたかのインタビューで、多分 FX 業者っていうのは、これからどんどん淘汰されていって、ね、10年後、20年後も5社ぐらいになると思うと。まあ、実際に、ネット証券って、もうそれぐらいじゃないですか。GMO あって、SBI あって、マネックスあって、あとどこやとか、まあ、そんなね、数社しかないじゃん。楽天証券とかね。そんな感じに多分なるんじゃないか。うちはそう残っていきたいで、多分、いろいろやってると思うんですけれども、なんかそれがどうもうまい感じにいっていないなっていうのが私の、今の正直な感想なんですよね。で、私、インバス証券さんに関しては、どちらかというと好きなんですよ。嫌いな会社いっぱいあるんですけど、どちらかというと好き。でも、好きだからこそ、あえて、こういった動画を上げたいなと思いました。はい。ということでね、まあ、これをきっかけに、インバス証券さんに嫌われてしまうかもしれないんですけども、もうそれはそれで仕方がないなとは思います。はい。またこういった、口コミ動画もまたアップロードしていきたいと思いますので、チャンネル登録をお願いいたします。そして、ブログではまた違ったことも書いているので、よければ。ブックマークお気に入り追加をお願いいたします。そしてツイッターのフォローもお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。